デトネーションはこれはヘブン側2枚ガーデン2枚キルジョイの合流を待ってますかね。いやただこのタレットと今アランボットは破壊されましたかね、うん、まだ残ってますか。フラッシュポイントから下まず潰しました。そしてゾディアックスガーデンから侵入。いやいや攻め込みですね。ヘブン下1枚と言ってたんですが、うん、チューマに取っちゃいました。ミッチースタバスタバシェリフ取り返す形本当ユリーでロング。これはあの6段を破壊しましたね。ああなるほどなるほど。そうですねちょうどキルジョイ切ってましたね。2発で壊れます。ああこれキャットウォークにスパイク持ちがいますけどどっちに行くんですかね。まだセンターからっていうのも残してますから。あゾディアックスがショートから顔を出して、そうですね削って、しかも一瞬ミッドの動きを見たので、デトネーションは硬い形に戻っていきます、ね、そうですね。結局自分たちが状況的にこう、まあ、あの人数よりも取れてるし見る必要はないということから、これはいろいろな可能性をそれぞれ考えてますね、まあ、入れさせても取り返せばいいだろうっていう形の配置ですね、はいはい、強いて言えば、まあ、B に至ってはキルジョイがいますから十分時間取れるだろうと。さあリーヤから入っていきます。ターレットはなんとポイントの中すぐに壊して、うん、ボードも警戒します。いない丁寧にやってますね。さあ中はクリアしたぞ。あーキルミー1機入った。逃げられないぞ。さらに反対するリーヤ、ね、キルミーもう1枚これは大きい。人数不利は打ち合いで覆していく。3対2前後でいきますか。しかもキルミー詰める。いやこの1周ぐるっと回るの最後に効きそうです。パラノイアからクルーズには当たっていない。設置位置裏なんだよな。いや打ち勝った。もう1枚の位置もバレていて全員生存するムーブ。そうですね時間稼ぎはうまいですね。ああ最後にやった。あそこの箱1個待たれてる。じゃあセンター行くか。ブロフェルト先頭フラッシュポイントいいタイミング。ああよくかわした。ローレンサードまで行く。いやでもこれジェットに当たってないんですよ。返した。逃がさない、逃がさないミスティック。スパイクドロップ見えましたね今。大面のところまでしっかり報告入ってました。アドリしてる後ろからクルズ。しかしミスティックを生かしてラストワン50抜けてますがどうだ。時間がないので、まあ、2人バラバラの位置にいれば、ね、間に合わないですねこれは。どうしようもないでしょう。そのままミスティック4枚目。いや今もありますけれどもかなりこういう、はい土壇場とか辛い状況だとかこう大一番のところでも、うん、あの普段のペースをそのまま出せるタイプの選手なので。お平常心です。そうですね。てか平常心というか普段が結構ノリノリなタイプのプレイヤー、はい、いつもノリノリなんです。いい意味でそのなんだろう自分のテンションを常に高く維持できる、はいはいはい、うん、だからパフォーマンスがそんな落ちないですよね。おこれも大会とかだと本当にありがたい、はい、しかも、まあ、ムードメーカー的な役割も担えるいい選手ですね、うん、さあデトネーターが1枚振りの状況で A 設置。何度も見たこの光景。うんゾディアックスが強い。また刺さるんですゾディアックス。さあもうヘブンしているの分かってる。おーはそういう抜き方する。最後の一人もターレットからもうフラッシュポイントゴリ押し見えてないスタバ強引抜いていきましたね。そのまま行きます。あ丁寧に情報取りましたね。上がるよねオペレーターだもん、うん、見事ミッチー50抑えました。これで相場を失う、うん、いいですね。久しぶりに河川さんのミッチーを聞きましたね。そうなんですよ俺も言いに来てますからね今日それを言いたかったちょっとデトネーション買ってホッとしたとかあります今日はミッチー言えますっていう壊しましたね。はいアランボット壊しました。ただ武器が厳しいシェリフ。さらに中にはまだセントリー待ってます。入るのも一苦労。そして入ってからはさらにそうですね抜けるところでガーデンから削られる可能性がありますね。スターバーもいるのでもう1枚持ってかれるだけでも決まりレベルの辛さ。あと30秒スーッおー丁寧にやりますね。当たらない打ち方スターバー。さあ仕掛けたのは B です。うんここはうまく視界を遮っている。
出た出たミッチーミッチーありがとう感謝すごすぎる今のしかもサイトの方ですよ手前のじゃなくて階段を降りて足跡だけで判断したんですけどね奥に当たりましたねわおおっとクルーズがしかも貫通でもらってるさあボタソンだぞさあテンがセンター押さえてるあと2枚うんここがスカーフェイズこれ詰める作戦さらに拾った 2v2 さあ解除がいやあいつ持ってったうまいこれは大きいワンワンラストのテンいやクルーズ武器ない見せてくれるかうわうまくうわこの使い方うますぎるだね読んでた読んでましたね今ぐるぐる回ってるのがいや後ろ見ましたねって、見ましたねしっかりと可能性を見てましたさあ思い切って入ったまたシムジェットブロフェルト先頭うわかなり打つぞすぐにロックダウンいやこのロックダウンで嫌でも奥まで行かなければいけなくなりました絶対にボートを取らないといけないかミスティックミスティックがミスティックあと30秒気持ちいいこれであと2枚なんならこのオーディン拾いたいけど拾わせてくれないミッチー右クリックわお11対1です、ねはい、とてもとても厳しいさあ、まあ、デトネーションこのラウンドはちょっとお金がないのでフレンジーになってますけども次勝ってまた勝負かなというところです入りますねポイントはアフターショックで左潰してもう食らいながらいくヘブンライン抜けていくヘブンイルうわ持ってったヘブンの情報がなくてブロフェルドも見ませんでしたねうわーめっちゃ捨てたさあクルーズ入ってくるがすぐにミスティックがカバーに入ってサイト内制圧残り2枚エコラウンドなのに状況は今デトネーションゲーミングに分がありますまさかのショットうわうまい上で当たるとは11ですがびっくりなポジションにいるさあ4枚与えた体力が少ないの で、ね、交換しましたねある人と交換しましたねさあ50正念場さあリコンボルトいったチャージいやー見えないポジション打たれてる時間稼がれてますねこれは厳しい行くしかないぞ合わせていったがなんと両方ミスティック両手入っていった B サイト展開ヘッド取ったかなり美味しい削りになりましたよ点をそのまま入って設置ただ挟まれるの展開ガレージ2枚うん潰しに行く2人で挟むのスタバ2枚あー見事挟みましたねずっとリンクで待ってましたねガレージ挟むの右クリック右クリック右クリック 3v3 中には入ってるが一周回って囲む形スカーフェイス解除いや見に行くことができるかこれ間に合ったか間に合ったここで壊滅させましたねハーフティーで間に合いますここまで下がってますもんね50ダークカバーヘブンに入れて侵入開始パラノイアも入ってますいやー一番振ったいやでもだいぶ削れてるぞブラストパックでも1枚持ってってるので2枚倒して 3v2 でトネーター1枚有利あと30秒ゾリアクス設置ポイントいやーかな倒してなかったショーティ削りきれません、うん、スカーフェイスがダブルキルで解除ショーティーだったんですけどねギリ倒せませんでしたね、うんもう2枚持っていくかぐらいのそうですねいいポジションにはいたんですがやはりその感じですかねはいおわあ50いいですね1枚持ってきて今フラッシュポイントを合わせて1人ではなく2人で飛び出したというところがポイントでしたね、うん、さあブロフェルトも前目トネーションネットリークな分かれてますけどこれ最終的に A サイトですかねうん、そのようですね、今合流しようとしますからねただクルーズがこう、ピークしながらスポーンのところが見に来ましたねさあミッチヘブンとスクリーンサイでサイト L 入っていきますさあクラウドバーされてヘブンからの視界あるので奥目の設置になるでしょうミスティック設置 4v4、うん、この状況であればまたどうなるかディフェンダーこのロックダウンはなんとかサイト内逃れてますか、うん、ギリギリ逃れてるようですねギリギリのところにわあ当たってるじゃんそこにナノスワーム投げないで
さあラストワンです。いやーミスティックが4番持ってってる、抜いてしまった。重なってましたか今の。そうですね、通路だったので。うわミスティック、いやそこに隠れます、うん、キルミーそこいいポジション。いやー気づいた、ジョーディオックスちゃんと見てるじゃん、偉すぎる。これは大きいですね。あと10秒、今のクリアリングが命運を分けたか。 3v5 デトネーション、人数有利の状況で設置成功。クルーズ中に入るのちょっと難しい。これは難しくなりましたね。取り返しに関してもう面がいるぐらいか。一歩前出たいんですが、予想通り右にもいます、左にもいます。中はチラリといったらすぐ天にやられる。うん、スカーフェイズがミスティック捉えますか。それでもまだ 2v4 中に入るには何もかもが足りない。人数もスキルも1枚持っていきましたが、これをリポートでしょう。そうですね、これはもう解除するというよりは持って帰るってことですね。そうですね、持って帰る、ないしは倒せる人がいたら倒してしまいたい。おお見事、よく持ってきましたね。そうですね、これで相手のお財布に少しだけダメージを与えることはできるので、うん、起こしましたが、ここに切りますかパラノイア。先ほども1回にあのフラッシュポイントで似た作戦見せましたけど、複数でこれで顔を出す形を作ると。いやフラッシュポイントに合わせて、おしかもこれで逃げ切りましたよ。ブローフェルドがオペレーターで A サイトもキルしています。逃げ切れたのが大きいですね。いやいいアクションでしたね、防衛側としては。デトネーションゲーミングはここでアルティメットが何か、多めにしか残っていないので、うん、何か強いあまりいい行動はなさそうですね、うん、ノクサイズも。あと30秒、そうなりますよね。ウロンジャシャドウズでもサイト裏狙うというところですが、仲間ってるんですよね。パーフェクトです。さあデトネーションも人数をまあ1-1割いて、これは横長の展開だ。キルミ、うん、体力削られましたからね。背後に誰もいないっていうのも一瞬見たと思いますが、うん、そこで勝負の判断に決めましたね。一人ならと、うん、こうなるとちょっと攻めにくくなってしまうので、自然とまとまって攻めるしかなくなります。いや、俺センターからどっちに行ってもって感じ。そうですね、今 A 前の情報もスロープ一人残されてしまったので、これで B を固められるんですよね。お、ただここで弁当抜けを選択しましたか。これちょっと刺さりそうじゃないですか。唯一怖いのはミッチー選手の位置に気づくかどうかですね。見てないですよねこれ。ミッチーはアクションを起こしたか。ミッチー選手の裏取りがかなり早いんですよこれって、つまりそこに対応できるかどうか。入ってきている、当然気づかない。ミッチー完全に裏を取ってる、うん、傷状削りました。 3v3 体力をかなり持ってかれましたね。ただショットデトネーション、まだ、うわー、強い、いたー、お、ラスト1枚まで追い詰めました。これは厳しい。スタバデトネーターは全員体力が削られてるんですけど、よりによって武器はシェリフ。時間がない、いやー見えるところにいない。分かってる、いやワンチャンスあるんですよ、一発ずつ当てれば終わるんですよ、うん、最後はブロフェルド、ちょっと時間もきつかったです。やられますね。いやこれどうなるか、いろいろな可能性。いや一気に来た、一気に来た、逃げれない、一気に来ましたよ。パラノイアも合わせられて1枚、ミスティックが武器を持って帰ります。よし1球者が帰るかと。いやそうですね、 B も警戒するんですけど、やはりこの間に A がブロフェルドがスローで情報を取っているので、今かなり足音聞こえてるんですよ。ブロフェルドいっぱい来るぞそこ。おお2枚全部、いやもう1枚、しかしミスティックもスペクターも、おっほっほっ、あーっほっほっ、これで1-1 ありがとう、ありがとうですよ今のも大感謝祭です、体力が、うわー出します。ミッチーはわーガレージ張り続けるか。1キル持っていけば最高って言っていいでしょう、うん。ブローフェルドどうするか。いやー詰めれてはいるんですけどね。嫌ですね、あそこヘムンにタルトがれるの。そうですね、グッと入るという
選択肢がないということで下降ります。ブロペルト、サイト内、ローリングサンダー、サイト内では守っていない、ストッパーがそうなんですよね、飛んでくるんですよね、完全にカウンター、1-1交換にはなった。お、返した、うわ、当たった、いや、でっかい、これは2球、なんかすごいラッキーに見えますけど、ですね、タレット狙ったら1球になりましたね、今の本当に今ブリッジ見えましたタレット、タレットで誘爆しましたよ今多分いや、その後もうワンキルね、ミスティック選手を倒したのはもう素晴らしかったです、はい、さあラストワン、ゾディアックス、ちょっと人数差が厳しいところでしょう。なるほど、そこに立てますか、これフェイクですね、音立てて右行ったと思わせて削りたい、削りたいが誰も出てきてくれません。距離見えた、出しますね、そのまま削りに行く、できるだけ与えたくない、全員削る可能性ありますよ、出ないといけないですもんね。なるほど、ここまで削ったら、みんなが今弁当のワイヤーのところが反応したので、そこを抜かなきゃいけない、アランボットでバレてますよね。さあ、テンがファーストブラッド登ってくるのもちろん許しません、しましね、ミスティック、これであとは中だけになってしまいましたね、デトネーター、全員で囲むような形、ミッチー、右クリック、そのまま中行くでしょう、全員勢いでいく、ね、ブラストバックで、そのまま全員持っていきましたね、削り切った、デトネーション大きい、12ラウンド目、これは大きい、いやー、マッチポイントか、これデトネーター、うわっと、これは当たらず、ブラストバックで抜け切った、抜けましたね、なんとか、サイト内展開ダーテンの位置、ブロペルトの裏取りを止めましたね、これは痛い、ベントからの裏取りがはまらなかった、うわー、ミッチー下でショーストッパーで角にいないのは分かってる、そうですね、可能性を1個潰しました、ただこれスモークから1人抜けて出ないか、出ないか、キルミー出ないか、いやー丁寧にやってるデトネーション、焦らないですね、この局面自分で防いでゾディアックス、いやー完璧なフォーメーション、バレてる、キルミー、弱った、倒された、決まりましたね、勝ちました、いや終盤の力